いろいろな海を泳いできましたけどね、一度ヨルダンの南赤羽で一回溺れかけましたけどね、本当に、海でエンジョイしつつも、皆さん水難事故には気をつけて。ここはあの遠浅で、あの事故が起こりにくい、そういう場所です。入り江になってるんでね、危なくないです。地元の高齢者の方とかも泳いでる感じで、雰囲気も平和な感じですね。安心して海水浴ができます。続けているとですね、まあ体を動かす、すなわちあのスポーツをする時間っていうのがないので、まあ観光で歩き回るってことはあってもですね、体をほぐすっていうそういうシーンがないので、ちょっとこうなんて言うんでしょうね、筋肉が固まったりとか、それによる筋肉痛っていうのが出てきたりとか、まあ私も経験がありますけどね。まあ、現地の人との交流でサッカーをしたりとか、まあでもそれも人がねいてコミュニティに入れてもらわないといけないので、やっぱりこういう泳ぐ、綺麗な海で泳ぐっていうのは、まあかなり、体をほぐす意味でも、まあ思い出としても非常にいいですね。まあ先ほど言った通り、海での事故っていうのはあのその土地のことを知りませんからね、まあ十分に気をつけて、まあ、どういう人たちが泳いでいるのか、まあ、高齢者の方とか地元の方も安心して泳いでいる場所であれば大丈夫だと思うんで、はい、まあ、十分に気をつけて、健康管理もですね必要なことだと思います。それでは、このね、何層にも、なんて言うんでしょう、貝というか、貝の形っていうんですかね、このお菓子名物です。いただきます。うん。あ、美味しい。まあ、めちゃくちゃサクサクで、中クリームと、オレンジピールが入っててめっちゃ爽やかっすね。味が上品、多分50円とか60円ぐらいじゃないですかね、これ。ボーノ